富岡沖長富岡沖長は日本の新職。元富岡八幡宮宮寺。1928年6月26日、富岡森彦、吉子の次男として東京都に生まれる。別名祭一郎家。1950年国学院大学の旧制哲学科卒業した年に電通に入社する。1959年に京都にある加護神社のネギになった後、 翌1960年には、東京都に戻り、富岡八幡宮のネギとなる。1974年、富岡八幡宮、第19代宮司。1995年に、宮司退任後、故、富岡重長が宮司となり、沖縄は名誉宮司となった。2001年5月の重長の退任に伴い、宮司再任。引退前後に、ブラジルから文化功労賞を受賞する。 また、韓国精神文化院からは搭載者に勧められることもあった。2010年再び退任、翌2011年名誉偶児となる。2012年7月20日死去、84歳没。津。役所、開店の聖者もある。国学院大学評議員も務めている。趣味は囲碁、釣り、園芸、コミング。祖父、富岡のりなが、第17代偶児父。 富岡森彦。第18代宮司母、吉子中村高等女学校卒業。姉沢良高等女学校卒業。兄、富岡国尾見和瀬田大学卒業。1946年10月15日、富岡八万宮ネギを務めていた際に、宮司を務めていた、祖父、千久氏と共に、浅沼稲次郎宛の社務所所管の作成者となる。有能な人物だったが、 若年のうちに、境内地にて自殺。妹東京家政学院卒業。司会の妻となる。妻、里子元加護神社宮寺。海部国元長女。宮津高等女学校卒業。富岡八幡宮の責任役員を務める。2018年に、同責任役員を退任。長女、富岡長子青山学院大学通学。2017年9月。 富岡八幡宮を神社本庁から離脱させた後、単立の状態で区内で、第21代宮司として認められる。12月7日死去。長男、富岡茂芸栄学館大学卒業。元富岡八幡宮、第20代宮司。長男の妻次女下世話用女子大学短期大学部卒業。電通にて働く。2018年より、 富岡八幡宮の責任役員を務める、孫孫孫、ありがとうございます。